おぼろ大橋おぼろ大橋は、福岡県八女市常用町下横山に位置する、福岡県管理のアーチ橋である。福岡県内では、最大のアーチ橋で、2002年の土木学会、田中賞の作品部門に選定された。また、土木学会デザイン賞2004最優秀賞受賞。八女市の北部の山間部に架か,かる橋で、南北に通る県道北川内草の線とその、東側の右歩。 木浦、芝坂集落の間をつないでいる。県道北川内草野線を北上すると、久留米市草野町に通じているほか、橋の4キロメートルほど北側では、ミノースカイラインと接続している。一方、県道北川内草野線を南下すると、八女市常用地区の中心部に至り、そこから八女市内各地に道路が通じる。 やめ郡と久留米都市県とを結ぶことを目的に建設された橋であるが、周辺の道路は県道北川内草野線、ミノスカイラインも含めいずれも境外道路であるということと、久留米市川から県道北川内草野線を経由して、朧大橋を通ると、乗用町中心部へ降りることはかなり困難となるため、交通量は皆無に等しい。そのため、 現在はもっぱら観光用施設としての役割が大きい。ありがとうございます。